藤達也さん、麻生久美子さん、中村久美さん、徳井優さん、山田雅人さん、桂大和さん、そして三,三原光弘監督です。よろししくお願いします。 中の豆腐店の春完成披露上映会上映後の舞台挨拶になりますどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますあの藤さんと麻生さんは親子役ということでがっつりご共演されましたけれども実際に共演されていかがだったか教えていただけますかいやもう藤さんがかっこよくて本当にかっこいいんですよ普段からあのお芝居されてない時もなんですけどとても ね、なんかすいません失礼だったらとてもチャーミングで可愛らしい一面もありましてもうそのギャップに本当にやられてましたすごい好きですす <laughs> 困りますね <laughs> <laughs> いやあのー、私娘持ってなくて息子その娘の父親っていうのはどういうもんかよく分かんなかったんでね、あのー、よく結婚式でお父様がね、えー、涙流して 娘さんを送るシーンそういうもんかなとなんかねそういう感じでいたんですが麻生さんと現場でねあのやってるうちにああ本当にこういう娘とあったら本当にうろうろするだろうなと思いましてねさてここでですね皆様に共通の質問をさせていただきますこの映画の日常の何気ない幸せを描いておりますのでこんな質問でございます。皆さんが幸せだなと思う こう瞬間ですねこういうことしてると幸せだと思う瞬間を教えてくださいませでは藤田津也さんからいかがでございましょうか毎朝ね私あの味噌汁作るんですよで真夏でも味噌汁っていうのはやっぱり熱くなきゃいけないんですねで汗流しながらうちは暖房使ってないですからねあの <laughs> 扇風機<え>え、ええ で、別に慣れて、なんでもないですよ。で、その熱い味噌汁をす、うときに。ああ、必ず声が出るんですね。あの時が、一応、幸せなんでしょうね。な、何気ない日常が繰り返されるというのは。やっぱり、これは幸せなんだなと思います。はい。藤さんがいつも、味噌汁を作りになられてるんですか。はい。味噌汁はジジイです。<laughs> 飲んでみたいですね、皆さんね。 じゃあ麻生さんいかがですかえっとあの私は子供たちの笑顔を見た時ですかねすいません普通の答えででもその時が一番幸せを感じます正直に、うん、最近特にこうその笑顔に癒されたというか満たされた瞬間ってどんな時ですか昨日をを見見にに行行っったんですけどあのアニメを見に行って字幕 だったんですちょっと間違えて買ってしまって「吹き替えを買ったつもりだったのに字幕だったんです」で、家族で行ってで下の子がちょっとまだ1年生なので字幕で漢字がやっぱり読めなくてで出てくる、ね、言葉は英語なのでどうするかなと思ってちょっと心配しながら見てたんですけどわからないのになんかちゃんといろいろ感じて見ていて。 で、時々私の方を振り返ってすごい。ニコニコこここうだよね。ああだよね。っていうのをまあ、こっそりね。小さな声で何か言ってくれる？その姿がなんかわからないのにごめんねっていう思いとなんてこう。純粋にこうね。楽しんでるんだろう。っていうなんか、そういう気持ちでその笑顔を見て本当に嬉しくなりました。それちょっと感動しちゃいますよね。なんかね <laughs> 間違えちゃったんだけど <laughs>。わかりました。はい、ありがとうございます。 あっという間にお時間になってしまいましたので代表いたしましてあの三原監督そしてあの麻生久美子さん藤井達也さんからぜひこれからまた映画を楽しみにされている方があの取材のね方の向こう側にいらっしゃいますのでぜひメッセージをお願いしたいと思います麻生久美子さんお願いしますはい、えー、この作品は人が人を思いやる気持ちにあふれた本当に温かい優しいお豆腐みたいな映画が出来上がったなと思っています 私はこの作品を見た時にやっぱり人は一人では生きられないなっていう思いを感じたりとか私が年を重ねた時に周りにどれぐらいの人がいるんだろうかとかそういうことを思いましたまあ自分の母のこととかいろんなことが頭をよぎってなのであの皆さんもあの見てくださった方が ご自身の経験とかいろんなことと重ね合わせて何か持ち帰っていただけたら嬉しいなと思っています。どうか高野豆腐店の春よろしくお願いいたします。<laughs> ありがとうございます。<laughs> では最後に藤田達也さんお願いします。えー、皆さんあのもしこの映画良かったなと思われましたら一つあのお友達等に進めてください。でやっぱりあの。 父と子ラン関係が実はこういうことなんだっていうあの部分だけはちょっと話さないようにお願いします <laughs> ではああああよろしくお願いします、はい、ありがとうございました